まあ夏になって、野球勝ちましただって。3対0のタイミングしか見てないわ、ごめん。おめでとうございます。私さ、ブルートゥースイヤホンがなくなったの。ケースごと行方不明。マジ無理。81？ やば、強すぎやろ。すごいですね、それは。ね、それが決勝みたいな、もう1位なの、それで。どんな感じ？野球わかんないんだよね。まあ分かろうとしてないのも事実なんだけど、分かろうとすりゃいいのに。てて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 じゃあ韓国だって。野球って難しいんかな。簡単やろ、なんとなくわかるで、なんで盛り上がってんのかとか、なんとなくわかるよ。下は韓国だって。しのさんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。青だって。当たり前のこと言ってんじゃないよ、青だよ。やばくない？青すぎやろ。アホじゃなくて青すぎやろ。青すぎて草。アップデートをしてよ。ブルーブラックじゃなくて純粋に青。そう、もうブルーブラックとかでいう次元じゃないで、ほんま。え、マジでマジで、これね。あ、山ちゃんいいね、ありがとうございます。ブリーチを2回しました。かわいそうに、ここ金髪になっちゃったでしょ。金髪になってた部分はめっちゃ真っ青ですね、この辺。まあでもだいぶ色のムラはないけど、まあでも、まあでもって感じやな。青です。なんか私特にやりたいな色なくて行ったんですよ。やばくない？けど赤系、今までやってたような色にはしたくないっていうのだけ伝えて、伝えたので、なんだ、ミルクティー系の色あるじゃないですか、薄いベージュみたいな。でもベージュちょっと面白みないよなみたいな。いや、だいぶやったことない色だから全然いいんですけど、いいんだけどっていうのでね。あ、やられちゃった。山ちゃんマシュマロありがとうございます。めっちゃマジで青すぎて草。青すぎワロチ。ウィーウィー。え、なんかそういうね、無難ではないけど、まあそういう茶色にするか悩んだ結果、どこに敵おるんや、
見えへん。なんか寒色カラーにしましょうって話し合いになって寒色カラーといったらまあこういう系になるわけだが、あやつだった。想像以上の寒色ですよね。寒色すぎるだろう。アニメのキャラクターですかみたいな。はい。あとちょっとやった。そう、暖色知ってます？黒って200色だねみたいな、そういう話じゃなくて、あの黒ってあの赤とか黄色とかオレンジとかがギュンギュンに混ざった色がみんなの地毛の色なのね。だから寒色より暖色、赤、オレンジ、黄色系の方が人間のこの日本人の系ってまあ入りやすいんですけど、だからこういう青系にするには赤みを消さなきゃいけない。そうなるとね、やっぱブリーチが必要になってくるわけですよ。私は昔からこういう色がやりたかった。まあこれよりもうちょっと、まあこれよりやりたい色は紫なんだけど、これよりもちょっと紫強めの。だ昔紫、まあ、やったりもしたけど、何せろ何せろって何しろー美容室にいつも行ってるとこに行くとさ、ブリーチ止められるからさ、ブリーチしない方がいい、釧路さんの毛はって。いや私は紫にしたいんじゃ、けど紫にはしない方がいいって止められるわけよ私は。ねえ、うん、だからさ確実にブリーチしてもらえるところに行ったわけ今日は。そう。なんだけど前回赤を入れてか、そもそも1年前にブリーチして、その上にトイレの花子さんたちがやるから黒くしたでしょ。ブルー、あ、赤からブルーブラックにして、その後ブルーブラックにはしてないか、いやブルーブラック系だったと思うな。でそっからパーって明るくなったのは雨降るショーをやるためにもう一回暗くしたでしょ。でまたパーって明るくなって SM オペラやるから暗くしたでしょ。で SM オペラの後は会議を踊るとか、その辺は多分髪色変えてないよね。で暗くしてでしょ。でふゆ色の銀貨、にわちゃんになるために、まあ、黒グレー系の入れたでしょ。でだから2021年の末に赤にしたんだけど、その後に黒にし黒く
し続けてきたわけよ。まあ、ブリーチしてた、ブリーチしてた赤からどの黒くしてってと思いきや、ギュンと2022年の末に赤にしたでしょ、ブリーチなしで。でも割と綺麗に入ったよね。んで今年の1月に茶色にしたやん。でそのだから、まあ、そもそも赤にしてたのが、まあ、黒を入れたりでまた赤入れたりでまたなんか茶色を入れたりでなんかいっぱい色が残ってたんだってさ、茶色いの。だからね、もうブリーチしても全然色が抜けなくて、全然色変わんなくてさ、色が抜けなくてすごく美容師さんをね困らせました、今日は。けどこの色に しようと思って美容院行ったわけじゃないけど、この色になって帰ってきたし、まあ悪くないかなって思ってる。めっちゃおもろないこの色、やばくない？いやおもろすぎてさ、私はあの金髪はブリーチした時の色です。うん、青色かっこいいよ、ありがとうございます。ちょっと明日あたりもうちょっとカラコンとかブルー系の入れてバチバチに決めて撮ろう写真。くしゃみしそう。しかしすごいアニメのキャラ、なんか武蔵みたいじゃない、あのロケット団のもうなんかロケット団の武蔵に見えてくる。だってセーラーマーキュリーになるにはもうちょっとこうね、こんな色になりました。やばくない？やばいよね、すごいんだけど。どうしよう、この色になるつもりはなかった。なんならこれよりもうちょっと紫にするか、か、あ、武蔵は赤身のピン、あ、小次郎か、武蔵、小次郎、ニャースでニャース、小次郎だね。うん、小次郎でした、失礼しました。眉毛脱色するわ、この後脱色してくる。脱色剤、脱色クリーム。敏感肌用、腕足に、腕足以外には使用しないでください。すいません、眉毛に全部使ってます。はい、悪い人です、私は。だってさ、眉毛の脱色剤売ってなくない？売ってないから、これで眉毛いつも脱色してる。一本だけ抜いて鬼やな。見て見て、青いよ。やばくない？真っ青なんやけど。だから私はもうちょっとなんか アッシュ ブルーグレージュっていう、あ、私茶色い服持ってないから例えようがないけど、なんて言ったらいいの、柔らかめの色にするか悩んでいったの。するか、なんかピンク、ナルトのさくらちゃんみたいな、あそこまではいかない、あれよりもちょっと茶色を足したみたいな色かみたいな、まあ、そんなつもりで行ったんだけど青になって帰ってきた。めっちゃおもろない髪溶けてない桃花さんがよく髪溶けるって言ってたけど、あー、桃花さんほどブリーチはし続けてない、まだブリーチしたてだから全然回数は少ないし大丈夫です。あと私髪がめちゃくちゃ強いんですよ、めちゃくちゃ強いの髪の毛が。うん、だから私本当に切れ毛も枝毛もないんですよ。山ちゃんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。こんばんは。
真っ青になっちったよ。とりあえずもうちょっと紫やばない、コントローラーと同じ色かも。あーそれはちょっと違うか。でもこれ私には青に見えるけど画面通すと紫に見える。そうじゃない、違うんだって。それは茶色系にして帰ってくるつもりが青になって帰ってきたっていうトンチキ話ですよねけどこれが満足いってないんじゃなくて、かなりなんかもうおもろすぎて満足いってる。だってこんな色することなくない人生で役でもなんでもないんだよこの役、この髪型やってるけど役でやりたいわこの色。何がいい、こういうキャラクターいない、ダメ。おじいの年齢だと黒に見えるって言われても怒ったらあかんで。いや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 違うって。まあ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 、ママもパパも絶対この色はびっくりすると思って家に帰ってきた。そしたらママはもう、あらどうしたのってもうびっくりしてた。もうなんか、あーかわいい、綺麗、あーすごいとかしなくて、あすごいみたいな、私は知らないみたいなことになんか言われて、まあまあまあそれはいいでしょう、予想通りの反応だ、否定されなかっただけマシ。うん、父ね、インスタのストーリー見た、みんな私が怒ってる、なんつーの、なんだその色はみたいな、はって、なんだその色、そんな風に育てた覚えはない、知るか、まあ、それはまあそこはまあ冗談、その風に育てた覚えはないは冗談混じり の彼なりの面白いと思って言ってる、私にはとってもめちゃくちゃおもんない言うと思ったって思ったから。でその後なんかすごい黒っぽいみたいな、いや青だから、あのね、ほんと画面越しや色全然ね分かんないけど、マジ太陽の下行ったらすごいで、マジ青だよ、青やんめっちゃ。でもねそのなんだろう、真っ青じゃない、紺色っぽいで、それがいいんじゃん。でもなんかやっぱなんかやっぱ黒のが強いねみたいな、はで、あと何言ってきたって言ったっけ、急にどうしたの、はぁはぁみたいな言ってきてさ、はってなるやん。マジで女心分かってなさすぎ、やばくない、美容院から帰ってきてその一言目さ、どうしたのその髪みたいなさ、引き気味の顔で言われてもさ、みたいな、こっちとらルンルンで帰ってきたんですけどみたいな、てめえ誰だよってなるやん。ほんとみんな言ったらダメだよ、なんかどうしたのその色みたいな、リプでもあってよ、どうしたのみたいな、は何がどうしたのだよもうちょっとほんと考えた方がいい。父親なんてそんなもんよ、ほんとだからね、もう呆れる。あのね、美容院に行って帰ってきた女の子にはめちゃくちゃ変わってたとしても変わってなかったとしても、行ってきたんだいいね、この色珍しい、この色すごい珍しいね、青、これめっちゃ綺麗じゃん、綺麗だね、お世辞でも可愛いね、褒めろ、とりあえず褒めろか、ありきたりのな、あの当たり障りのないな、あいいいい、まあいい感じじゃんとか、すっごいイメチェンじゃねえ、それでいいじゃん、は何その色みたいなだから言ったもん、ほんと感じ悪いよね、なんでそういう否定的なさ、
言い方しかできないのっていつもいつも感じ悪いよって。ほんと こっちはそういうこと言われて気分悪いんだけど。すいません、大変ですよ私は扱うのは。本当にそこで弟よ。もう弟はよ、すっきり可愛いってすごい見せて見せてだよ。もう見せて見せて、もう泣ける、もう全然泣けるよ。そんなんで怒ってるため嫌だ嫌だ。私のねその怒る境目っていうのはあるから。美容院帰ってきて、美容院に帰ってきてそれを言われたこっちとしては腹立つわけ。そんなことで腹立てんのよって思うやろ。違うんだって。私がこの色にする特別感というのも もうすごいのよ。怒るだってそれで言わなかったらこれからもだ。いつもそうなの、あの人いつもそういう否定的なことばっかり言う。テレビ見てても、この人なんかこういうの変わったねみたいな、こんなんだったっけみたいな、あとこの話面白くないねとか、この番組なんだろうでも、あうるせえなーって今日その格好で行くのみたいな、なんだとおらっていいのこれでっつって、本当になんかさ一緒にいて楽しくなくない？そういう風に言われてさ、こっちはいいと思って言ってるかもしれない、やってるかもしれない、もしくは何も考えてないかもしれない。そういう風にね、なんかね、そんなね身近な人にねそんな否定的なね、なんかって言われてもさ気分悪いやろ。ほんとにもう絶対ありえない、嫌だ、大っ嫌い、そういうこと言う人は。みたいな、なんか自分がいつもちょっと偉そうなの、ムカつく。弟くんは女の子の心を十分知ってるんやろな。そう、弟はなんかずっとブリーチしてなんかピンクっぽいのにしたいとか言ってるから、多分ブリーチしてきてこんなすごい色にしてきた姉に驚いてるし、どんな感じになってんのかすごい知りたいんだと思う。もう何回も見てきたもん、すごいもう10回ぐらい今日だけでこんな近くで見てきて まあ僕ぐらい年になると言いたくなる気持ちは分かるな。分からないでほしいねえねえ、頼むよ、ちょっと弟呼んでくる。ねえ、今配信してるからここまでな。なで今ねこの髪色についてね、うん、話をしてて、うん、みんなちゃんと分かってんの？えらおじいが聞いてた？うん、聞いてたよ。バリムカつくやろあの言い方。いや、やっぱうちの家系はあんまりあれじゃん、そういうのをしてきたことない人たちだからさ。だ先駆者になるわけじゃん私が。俺もパーマっていうね。あんたがいきなりさそんな色してきたらどういうつもりやって言うやろ、うん、だ好き勝手させろやってこっちとしてはって話やんか、まあね、ででも弟は私をこれ見てすごい可愛いって言ってくれた、うん、私はそれが本気でも嘘でもとても嬉しかったの、うん、そう言ってくれるのが、うん、綺麗ってすごいやん。だって変な色やん。だって見ない色やん。そう、山しか見ないわまた言ってる、うん、こだわりの多い人ほど否定的なこと言いがちだって。そうなんだよ、そのザッツライト、その通りなんだよ。
あ、今日も来てくれたんだ、 N の亡霊弟腕綺麗だって、よかった、おめでとうこれやっときやあ、いやいやいやあ、ほら弟がの声大谷選手に似てる、絶対似てないでしょ、やばいやばい、大谷、そう俺今日、うん、あの投げてるの見てさ、うん、でかでか俺もいけると思った、違う、いやでも俺も大谷選手みたいな体になりてえなって思った、あーすごいもんね、あの人、何これ何何信じ、あれじゃん、エヴァ、エヴァの、あんたは何色にしたいんだっけ、俺ピンク、ほらピンクっつって、あれやん、なんか2人はプリキュア、あ、プリキュアは違うか、なんかあ、碇シンジだ、碇シンジだって大谷選手に腕細いうせえって言ったっけいやだってあの人も2倍あるやん、うん、2倍ある、もうこことかすごいよね、でも肩幅あんた1メートルぐらいあるもん、あ、ここにある測ってみる、肩幅、うん、測って、いいよ、48ぐらい、まあまあです、リナがどれくらい、え、やめとこう、あ、そっか、やめとこう、怖い怖い、これで40とかだったらえ、40はあるんじゃない、普通に、わかんない、私の家系上しゃ、あの華奢な人いないじゃん一人も、うん、マジでおらんくないいるじゃん、たまにもう、もうこんな勝たない人とか、ね、そう、え、そうだから弟だけ褒めてくれた、ありがとう、どうも、褒めてくれて私は嬉しい、うん、だって変やんこの色、やばいやん、めっちゃ綺麗じゃね、こことか、え、そうだ、ここはブリーチ金色になったの、そうだから一回でブルーベリーみたい、うん、確かに、まあ、でもこう、まあでも黒っぽくも見える、ここはね、うん、光の加減で、明日太陽の下行こうぜ、明日何してんの、暇でしょ、明日は大学行って、は裏切りやん、学割取ってくる、あ、じゃあ私も行こうかな、一緒に大学行ってみたい、あ、行くね、ついてくる分には全然、確かに、ペイまたチェキよろしくだって最近書いてないもんね、弟っちにおやつあげとかないと、あげる、横綱え、横綱、ちょ、これはだってあなたに、違う違う違う、俺が友達からもらったやつ、うん、それを急にお腹が空いて持ってきたんだけど2日ぐらい前に、うん、けどやっぱ違うなってなって食べてない、これはマジで食ったことある、知ってる、え、食ったことあるの、うん、食ったことあるから、俺よりも食ってるやん、俺まだ1個しか食ってない、はい、食べんの今キモすぎる、今腹減ったから下行こうって、ちょっと、え、なんかボロボロやめてね、ここ汚いようで、そういうボロ、あの食べかすはないから、食べかす出たらここに、頼む、体格は遺伝的要素強いからトレーニングしたとしても限界はあるだろうな、今春休みですね、うん、学食今は、俺が行こうとしてる
キャンパスは学食がない。どんなキャンパス、やばいよ。え、マジ授業するだけのキャンパス。え、そこは怖っ。すごい、少しはその部屋片付けたのだって。まあ、こ崩れてる。正解。ね、正解。片付いてはない。崩れてる。崩れてる、本当に。そう、崩れてます。そうです、そうです。はいね、そう、その通り。ワッキーさん、クッキーありがとうございます。ワッキークッキー、ワッキークッキー。え、言い踏んで欲しかったんだけど。じゃあ私今頭の中に思いついてのあるから、思いついたら言って。うん、まずくね。いや、あるやろ。思いつかない。トリッピーとかハッピーとかあるじゃん。ラッキーハッピー。しょうもね。服の山が崩れてるのか。服ですらない。服と袋と毛布と小物とかね。小物はかろうじて入ってないよ。私のイヤホン知らない。一番わかるわけがない。このこれがないの。え、下にあってくない。嘘、絶対嘘。え、あれでしょ、パカってやる、うん、エアポッツプロみたいな、うんうん、え、下に前あったな、見た。それ以降は知らない。ピンクポッツ S。 わかるわけがない。後で見てみる。あ、そういうキャンパスの付近には美味しいお店が多いの法則。あ、え、前行ったかも私、その付近。なんかその学生専用みたいな。ん、あ、でも確かに一つのキャンパスは美味しいとこあるらしいけど、うん、行ったことで。なるほど。明日行きたいけどちょっと家出んのめんどくさい。やば、だって金曜日でしょ明日。そろそろここを片付けて土日におじいに手伝ってもらわないと。あ、ね、土日俺いない。なんで？え、土日俺いないわ。何してんの。大阪行ってる。私も行く、私もついてく。無理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 。ついてくから、ね、お願いお願い。無理無理無理。静かにするから。無理無理。俺たち新幹線で行く。え、あ、そうなの。結局友達、あのグランピングのためだけに帰るらしい、夜行バスで。じゃあ友達と行けばいい。気まず。友達どうしていいか分かんない。しんど。学食最高。そうですね、学食いいよね。学食はやっぱあってほしい。学食ね、学生証見せると割引いてくれるお店もたまにあるよね。ゴンチャ。あ、そうなの。え、うん、ゴンチャ。青春18切符じゃないんだ。それだよね多分。違う違う違う。あ、違うんだ。これはなんかめっちゃ電車乗り継いでいくやつ。あ、めっちゃ大変らしい。じゃないらしいです。おじいと仲悪くはないってのが不思議。俺は好きじゃない。多分好きじゃないの現レベルが、うん、俺私と違うと思う、うん、違いすぎる。嫌いすぎると思うあなたは。全部嫌いやろ。なんか嫌いだ ね、 ね、やばいよね。めっちゃちっちゃい時から嫌いだったらしいし、おむつ替えさせない時期。やばくね。おむつ替えさせないはやばい。私でそれ変えたのに、変えさせたのに、変えさせたのに。あれしよう。しかも母ちゃんいないとぐずる、うん、
寝てたのに、寝てるんでしょ、ずっと寝てるし、諦めてる、やばくね、やばい、逆にすごいわ。私はおじいとよく出かけたし、うん、出かけるし、しかもだって東京来た時とかさ家行ったりしてて、うん、まだ会話ないよ。それでもさ会う回数は多いわけ。まあね、だって何でもできるじゃんの人、まあ、なんとかやってとか言ってれば、そう全部できるしさ、ただたまに気に触るだけ。うん、ニナッチを利用するときは利用するよね、おじいはその通りで死ぬ草うまく利用してはる他の大学の学食は行ってみたいだよね、行ってみたいね。青春18切符なら東京大阪2300円だよ、だって。どうしよう、私それ使いたい。バカ、後の嫁、9時間ぐらいでしょ、うん、めっちゃ乗り換え。あでも昼の9時間か、やっぱね私夜が大事なんだよ。夜にバスに乗って寝て朝はね着くじゃん。マジきつっと思いながら、あの梅田の暗い道をちょっと、まあ6時とか、うん、7時とか、もう冬とかもう2月1月寒かった、もう。まだ始発も出てんのか出てないのかみたいなぐらい、でマクドかスタバで1時間半ぐらい粘る静岡が長い、そう静岡が長いらしいよ車。あそうなんだ。まあ電車も長いけど、確かに横長だもんね。そうで道がね変わんないんだって、見た目が。だからきついらしい。だからおじいがもし今後東京大阪間をまたね4人でね行くとか。絶対行かないでしょ。もうない、絶対ないでしょ。一回だけ、一回も行かんだろ。行ったとして、うん、だから静岡付近の1時間ぐらいドッドッジャンプジャンプってやってあげなきゃいけなかったんだよ本当は。そうね、俺は普通に寝てたね、スマホいじったり、うん、絶対見てないね。インスタ絶対アカウントすらなさそう、ね、フェイスブックしかないんだね。フェイスブックすらもないんだよ。ツイッターか、ツイッターもやってないでしょ。あの人 YouTube ずっと見てる。 YouTube なんかね、電子音の早口の、うん、まあ、もう変な知識取り入れてる昔の人だよね。うん、なんかニコ生見てる、うんうんうんなら大阪東京36時間だって。やば、何してんの、何してんの実況じゃないんだよ、なんか変なね。あれ何見てんだろう、何かを見てる。なんか何か、なんだろう、時事の解説みたいな、時事問題、なんか世の中の情勢の解説みたいな、もっと分かりやすくしたバージョンみたいな。そう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 、変なうんちくばっか入れてくるから、うん、人やだやだ、絶対そんな人マジやだインスタってフェイスブックの子会社本当？知らんかった。ウエストランド言い口似てるアイドル知らん。私じゃなんかいるのよ、へえ、そういうネタ、へえ。マッキーさんセミお届けありがとうございます。東京から大阪の5分の3は静岡、うん、難しいけどめっちゃ静岡ってことだね。そうそうそう、うん、だから5本指あったら3、ここ3つ分は静岡ってこと。おお、なるほど、もう分かりやすいな、ほんと家庭教師になれるよ。家庭教ヒットマンリボン
うちら顔似てへんよな。似てないね。どう見ても似てないよね。でも似てるって言われたりする。誰に？友達とか。そう、目頭以外似てないよ多分。まあ鼻も違うもん。うん、輪郭も違うし口も違うし鼻も違うし歯並びも違うし、目の下、髪質は似てるかもしれない。そうね、あれ分かんない。だってあんた鼻プロテーゼ入れてるみたいな鼻してるよ。ここすごい、プロテーゼ絶対入ってる。いいなあ。ここってこと？うん、お確かにある。ここでしょ、ほらここの太さの違い見て。もうちょっと、もうちょっとここまで触ってみて。ここまで。お、高いわ鼻。いや鼻私も高いんだけど、プロテーゼ入ってんよあんた。姉と弟で顔似てるってまず聞かない。まあ確かに男女で似るってあんまないかな。うん、東京から新幹線乗ると熱海の手前から浜松越えた浜名湖まで静岡県。ああめっちゃ長いね。確かに夜行バス乗るとだいたい浜名湖で降りる一回サービスエリア。休憩か。うん、確かによく新幹線のアナウンスでも熱海だの浜松とか浜名湖とかあるよね。うん、言ってるから静岡は長いんじゃ。だってほら東京からし、ん？東京から名古屋がめっちゃ長くて大阪から名古屋は近いじゃん、うん、まあまあ西洋人みたいなんだ、目と目の間が高いって。でも目が薄いんだよねあんたね。そう、めっちゃ薄いね。目が G と一緒だったらもうめっちゃギョロッとした感じ。うん、そう二重幅広いと思う。うん、目はそっちにいなかったもんね。うん、似てたけど姉がアイプチしだしてからにいなくなった。お姉ちゃんいたんだ、知らんかった。下、下りは三河安城、上りは小田原あたり、強制的に起こされる。なるほど。なんで？ん？アナウンスで起こされる。三河安城。目が薄いって。なんかパッチリしてないよね。うん、切れ長。片目だけ映すか。ダメです。イケメンが世に出てしまう。確かにのは良くないので。黙れ。あ、帝国通り通過しました。アナウンス。あ、私それ起きないですね。山ちゃんのファンレベルが上がりました、ありがとうございます。あざす。私はさ、ほらこっちやん。なんとこっちやん。こっちに広い。確かに俺あんまあれだよね、こっち広くないよね。うん、よく成長したよその顔に。いや美女すぎやろとか言って。幻聴かな。あれれ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 れ。
目力ないねあんたね。優しい顔してるわ。うん。うん確かに。どっちかっていうとね、切れ長、切れ長ってシュッ、おい、シュッとして、まあ、確かに俺目尻シュッとしてるよね、うん、末広ふら二重の、うん、読んであげて。何歌ってんの。たまに歌声聞こえるけど何歌ってんの。何の歌かな、わかんない。ソロライブやっぱ開催した方がいいって。あ、やっぱした方がいい。フォロワー減りそう。なんだっけ、バウンティーみたいな。バウンディー、あとはなんかシンデレラボーイ、やばいやばい、サウシーとかね。え、なんかバウンディーとサウシー知る、違うの。別でしょ。やばいやばい。マジか。一緒にしたら困る。ごめんごめん。あー、ラップ、あの人たち、クリーピーナッツとかも聞いてるかも。私クリーピーナッツのあれ多分歌えんねん。あ、バウンディ分かった。うん、その人ね。うん。紅白で煽ってた人。そうそう。それくらいか紅白みたいな。うん、そうそう。紅白そんなもんかみたいな。あ、そうそう。カラオケでの友達の評価も。あんまカラオケ行かないの。あ、行かないんだ。一人家でソロライブだもんね。サウシーはどんな歌歌う人？誰知らない。俺がボーカル。どんな曲聞くか、うん、どんな曲じゃない。サウシーはどんな有名な、いつかとか、いつかサビサビあって意味の全部鉄多分それじゃない意味の景色の全部シンデレラボーイとか。君のシンデレラボーイ。あ、ちょっと道を回って。はい、あれはアラジンってやつ。魔法の銃だ。あったよ。あれは。あ、メガネかけてる人だよね。違うっけ。何？なんだっけ？タカ。名前出てる。え、ちょっとクリーピーナッツ、ピーナッツ、ちょっと待って、でで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 で川崎高也だ。そんな名前なんだ。ごめん、ほんとバックナンバーしか知らない。バックナンバーもにわかだろって。いや、高根の花子さんたちは完璧やから。あ、伸びしろじゃない。だらだ、これだ。あ、むしろ返せ。吹かなければ俺だってボールと友達になる。歌うな、歌うな、歌うな、うせうせうせ。寝てる人いるんだ。かつて天才、なんだっけ、かつて天才だった俺たち、神誰神道だったあなたへ、似たような形にとどまらない、うん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 、はい、すいません、にわかです。あ、トラボルタカスタ、何それ。あ、じゃん、あ、これか。その部分しか知らない、最低。怒られちゃう。
配信したらいいじゃん。だってほらやっぱ言ってるよみんなも。みんな投げ銭してくれるのか投げ銭ファンレベル、あバタヤンさんファンレベルが上がりました、ありがとうございます。いやだからあの歌聞いたらみんなミュートにしちゃうよ。最後のセッティングの見かけクエスチョンマーク受けの緊急性関係性を置いていくのためになる飛ばします。パンチラインリリシス俺らはやる真似するお前は客だろう。おっだけなら客だろう。怖なふりしたマスターラグナロー届かねえ俺らからがボールアイドルマンムービー味の上塗りドゥイドゥイビビ。やっぱ髪色の理解者とは仲いいね。スーパーチャットならお姉ちゃんがしてくれる。スパチャってなんだっけ YouTube。 うん、マスオくんクッキーありがとうございます。ありがとう。空中戦深海の深海のために進化する。実は言いたいこと言ったが変化するよ。せあんたひねくれよひねくれてグラスパン溜め込んだ攻撃も跳ね返するカウンター。年頃になるとして仲悪くのが多いけどほんまええ感じやね。いや分からんでな、いずれマジそういう。あーもろ。ほらだからそれだと配信ミュートにするってみんな。いやもう別にうまい歌声じゃなくてストレス発散やからな。ストレスあんだ。ないけど。趣味やろそれ。うん。やっぱ。やめて。ねえ、この姉の大事な配信にさ、あんたの鼻髪音ちょっと嫌なんだけど。財産相続で揉めるえって、あ、そっちじゃない、自分のとこ捨てるわ。うん、なんか絶対まつげなんか入った気があってた関西弁。おめでとう合格やで、関西の人に言ってもらってねんから。え、全然僕関西弁っすよね。え、何 iPhone バキバキじゃん。そうだ、お風呂場で落としたんだ。最悪、おしゃれ。インクとか垂らしちゃえばバカか。なんでなんでだ、今日アイシャドウ割ってバキバキに。うえ、しかも一番使う色どめ、ショック、ショッキングピン。青いなやっぱ髪。うん、ほら。結局染めなかったね。また。だから成人式パーマ当てたいから。またパーマ？うん。え、染めたろか？やばい。染める。あ、ちょ、俺ピアス開けてほしいんだけど。やだよ皮膚科行って。あれで。やだよ皮膚科行った方がいいよそれはちゃんと。私だって皮膚科で開けたの。俺だってピアスさ開けたことなかったのにさ、友達のやつ2個開けたの両耳。友達の開けてあげたの、うん、
怖すぎる、この人に。え、じゃあなんか器用だから、じゃあ開けてよとか言われて。器用なの、やだ。ピアッサーだっけ。うん、そう、私だったらわざと、あ、今の痛かった、ごめん、もう一回やるって感じ。じゃあもう大阪行った時友達に開けてもらうわ。え、やだ。なんで、おじいにまたママが泣いちゃうよ。息子耳に穴開けよって。やだよ、ピアス開けないで。イヤリングかイヤカフにして、お願いお願い。イヤリングかイヤカフって、イヤリングか、あの、開けないで、うん、え、なんかそれだって開けた方がよくない？やだ、ちょっとそれもおかしいよ。やだ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 。耳鼻科じゃないの、だって皮膚科だよね。耳鼻科は違います、私難波の皮膚科で開けた。私の時はママに許可を取りました。開けていいって。うん、じゃあ俺も母ちゃんに聞こう。開けていいかなって言ったら、ママ自分は開けてるから否定する必要がないからいいよ。実は母ちゃんやんちゃっていうね。うん、ね、本当はこの髪色も羨ましい。昔やったことないからね。そう、金髪にしたいんだもん、あの人。あ、ガチ？うん、そうなんだ。うん、初めて知った。やっぱ若いね、まだ。そう、ピアス、え、皮膚科で草生やしてるけど、本当皮膚科で開けてくれるよ。皮膚科がやっぱなんか美容外科みたいなところでもピアス開けるのとかあるけど高い。難波の皮膚科ね、3000円ぐらいやってくれた。だからそれでやるんだったら自分で開けた方がいいね。で、失敗のリスクがあるじゃん、怖いし。それはやばくない？そんな古風じゃないよね。そうだね、そんな古風なこと言われたらうっせ、黙れって。めっちゃ目かゆい。ピアス入んなくて。めっちゃ目かゆくない？え、だから私以外ここ入れないんだって。この部屋を耐えれるのは私だけなの。無理でしょ、多分。自分のテリトリーだもん。うん、そう、花粉症だよきっと。うん、花粉症。俺パパッチ荒れそう。もう勝手に荒れとけ。おじいから、そんな言われてないと。花粉かホコリかダブルパンチだね、かわいそうに。こうするとさ、ブリーチしたての頭皮だからちょっと痛いんだよ、これ触ると。そうなの？うん、したことないから。ちょっと痛い、ちょっとチクチクする。掃除する、本当に。服捨てようと思ったの、うん、コート2着しか捨ててない。それ以外無理なんだけど、本当に捨てる服がない。でも頑張るよ、頑張って片付けるから。私頑張るからね、本当にキモい。やめてる？もう禁止令出しますよ、本当に。やめて、ここで花は。そろそろ終わるかな。早っ。え？1時までやろうよ。もう喋ることなくなった。いや、みんながこう喋ってくれてるやん。みんなも早く寝た方がいい。ブリーチして金髪になってたじゃん、インスタのストーリー見たでしょ。見てないな、この人。見てないね。ダメだダメだ。金髪なんてやら煉獄さんになってたよ。煉獄さん、煉獄さんみたいだよ。見て、本当に
ホリッチさんのファンレベルが上がりました。ありがとうございます。下まつげすごめっちゃ動くさんやばくない？やば、あやばくない？めっちゃ動くさんや。眉毛こう蓋を開けにしないと。こっちにも。ちょっと嫌だ。えでも金髪似合わないね多分。俺似合うかな。メッシュの方がいい。あ俺言われるメッシュ似合うと思って。メッシュ。何メッシュ？シルバー。銀メッシュ？うん、えマジほんとなんか変ななんかラーメンみたいなメッシュやめてな。ラーメンみたいな。めっちゃもうなんかチリチリのやつもやだし、あのあれしたの調べてほしい。違う、ここにいるはずだ。これのメッシュって調べて。え、ほんとラーメッシュって感じ。いいかも。ラーメッシュにはほんとしないでほしい。あーそれ。しますこの人の髪型的にじゃない？じゃ黒にそのなんか突然金みたいな。え、いるよサークルで。え、やだ。なんかあんま仲良くしたくない。よく見えない。なんかついてるみたいじゃない？やめなさい。この間やったガチャガチャ。これ何か覚えてる？あれじゃん。わかるよ、わかるけど名前が出てこない。で。で電王の電王ので桃太郎とケンタロスはいないで。わかんないよ、もう覚えてないもん。なんでデネブ誰桃太郎くらいしかも覚えてない。ひどい。デネブガチャガチャ。逆にじゃあ桃太郎とかもいたの？そう、何してんだよ。待ちぼうけしてるデネブ。かわいい。これトイレ行きやな。うん、あれみんなに見せてあげたいね。え、今の見た？え、おんぶしてるやつの後。え、見てない。あっちは帰ってない。今見に行こうや。やめとこうか。俺が写真撮る。仮面ライダー電王に出てくるキャラクターデネブとモモタロスがいて、そうモモタロスが欲しかったんだけどデネブでした。体重計乗ってやば。ちょっとまあ確かに惜しいけど役よけ役っていう。なるほどね。おもろいおもろい。電王デレレ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 。こう入ってきてチキン電王。お星様のデネブ多分それだよね。多分このデネブってそのデネブな気がする。多分ちゃうかな。電王は見てたけども忘れちゃった。
いいじゃんいいじゃんすげえじゃん。歌だよ。いいじゃんいいじゃんすげえじゃん。それあの金髪はそうブリーチ2回目のタイミングかな。ブリーチ染みませんかって言われて、うん、どの程度から染みるのかが分かんない。痛いんでしょ。ちょっと染みる程度で染みますとか言うのがまあ来た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 、まあ、許容範囲かなぐらいだから、あ大丈夫ですとか言って、けどしばらくなんか通常じゃない、なんか痛い。俺三条それ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 電王と電王とか牙楽しかったね。電王冒険者牙とかマジレンジャーとかなんだっけ豪快者、あいろんなやつ出てきて確かに。あとなんかオーディンみたいな、なんかさカード使う、覚えてない。光が当たるとなんかこれが緑系にならないといいな。何を混ぜてその色にしたかにもよる。でも赤が強すぎるから緑で消そうってなって緑入れたのと、青とあと紫、あじゃあ紫にもなるよ。なんかその人が言うには色落ちおそらくシルバー系になっていくと思う。だいたいなんかみんな白っぽくならない？うん、でもそれがさなんかちょっと変な黄緑っぽい黄色なんかになったら嫌だな。そしてそれが気になり始めたら紫シャンプーしてって言われた。そう、うん、仮面ライダー V3 めっちゃ古い、あの緑色の、あマジ虫みたいな、そう仮面虫みたいな。やめな。終わりましょう。やば。え？あ、キーバ。キーバ懐かしい。本当に終わっちゃうの？うん。あと12分だ。ランキングを読んでいくぞ。オラ。オラワクワクそう。真っ青やな。マサオ13位からいきます。ザッチくん、イカリシンジ、ボーレイさん、ニック、カリーさん、ドラッピー、アッチちゃん、マソオくん、バタヤンさん、マッキー、ワッキー、ヒトヨウさん、ヤマちゃん、1位がホリッチさんでした。ありがとうございました。えありがとう。おつおつありがとうございました。やめろバレるだろイケメンが。おやすみなさい、また明日会いましょう。二人ともお疲れ様って。いやもうありがたい。え給料発生する？これ絶対発生する。あんたにこれの出演料出演料うざ、この日のうざ、この日の全てをもらいます。やだこないのこれの、そうそうそう絶対嫌なんだけど。おやすみなさい、また明日会いましょう。バイバイ。ザッチくん、だるまありがとうございます。じゃあだるま分あんたにあげるわ。しゃじゃあねー。ああ弟の目だってありがとう。